皆さんこんにちは、伊藤塾講師の渡辺です。さて今回は応援動画としまして、私の方から3つ、1つ目は精神面について、2つ目は勉強面について、3つ目は体調面について少しお話をさせていただきたいなと思います。まず1つ目の精神面についてですが、やはりこの時期は多くの方が不安に思ってらっしゃるかなと思います。ただ、残念ながらその不安はなかなか完全に払拭することは難しいと思います。そうであるならば、この不安をむしろポジティブに考え、この不安は今まで頑張って勉強してきたからこそ生じるものであり、また完全なものではなかったかもしれないが、なんとかここまで諦めずに工夫して勉強を続けてきた、頑張ってきたからこそ生じるものであり、その不安は勉強してきたことの証拠、証であり、誇りに思っていい、自信を持っていい、そのように考えていただきたいなと思います。また2つ目の勉強面についてですが、やはりこの時期にやっていただきたいことは記憶となります。最後は記憶の勝負です。そしてこの記憶は今まで皆様が勉強されてきた知識に絞って原則として行ってください。勉強の範囲を広げることによって今まで勉強してきた知識の記憶の精度、そして理解が薄まってしまいます。知識を絞って反復して記憶を行う。これを意識してください。また、この記憶は基本的事項を中心に行うということが大事です。例えば、行政事件訴訟法の訴訟類型の体系、民法の即時取得の要件効果など、いわゆる A ランクの体系や知識を中心に記憶の精度を高めてください。もちろん B ランク、C ランクの記憶もやります。ただ、精度を高めるという意味では、比較をすれば当然 A ランクの体系や知識となります。当たり前なんですが、当たり前のことを今一度確認をしてやっていただけたらと思います。行政書士試験は基本が大事です。また、本試験の出題形式、傾向に頭を鳴らしておくということも大事です。本試験は過去問、条文がそのまま出題されることも多くあります。それらの意味では、過去問を毎日2、3問程度は解くとか、条文を毎日見るとか、特に行政手続法などをよく出る、条文の形式のまま、出題がされるような、科目については、しっかりと見ておくということも大事となってきます。最後に3つ目の体調面についてですが、この時期不安や焦りなどで睡眠時間を削ってまで勉強してしまうという方も多くいらっしゃいます。ですが、睡眠不足の状態というのはお酒を飲んだ状態と同じぐらいのパフォーマンスしか発揮できないとも言われています。ですので、可能な限り睡眠はしっかりとって、そしてまた栄養のあるものをとって、まあ、食べて、で良いパフォーマンスの状態を可能な限り維持していただきたいなと思います。では話は以上となります。本当に厳しい時期だと思いますが、今ある力を全部出し切って、そして本試験の終了の合図が鳴るまで諦めずにとことん頑張ってきていただきたいなと思います。最後まで応援しています。ぜひとも頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。